このやつ、あのほら、先日の、あ、マジ？あ、こうなるんや。わあ、美味しそう。へえ、ペーロン城でね、白竜城でね。っていう感じで、はい、いただきます。わあ、めっちゃ嬉しい。はい、今日はね、二食生活ですけどね、結局ね、節制してますよ。ああいう、食べた後っていうのは、もう結局、もうほんまに、菜園生活っていうかね、そういうことで、いただきたいと思います。いただきまーす。ありがとうございます。マジ、ほんまに、いや、海の人って、感謝やね。魚が食べれる。キンポンです、いつもご視聴ありがとうございます。こんな感じね、はい、こんな感じで隙間で、栽培してるんですけど、こんな感じで、まあね、家族っていうか夫婦で食べるぐらいだったらこういう収穫できるのが結構楽しみです。キンポンはこの間入っていけるぐらいの隙間になってるんですが、はい、こんな感じですね。ほら、後ろはこれ、キノコのいい香りしてます。見えますか？ちょっと狭すぎるけど。今日はもう、暑いんでね、また夏に、戻ってしまいましたが、ちょうどこう、隠れるぐらい、何やっとんや、みたいな、っていう感じです。はい、収穫をね、もうこれも、収穫しようかな。もうちょっと待とうかな。でも、まあ、食べたいから。よし。これはね、このもう一つちっちゃいの置いとく。うん。こんな感じ。はい。これ、2個、収穫しました。はーい。よいしょ。試し掘り、みたいな。あー、これ、ちょっとまだちっちゃいけど、いけるかも。おでん大根。もうちょっと大きくなってもいいやろ。よっこいしょ。トン。はい、こんな感じです。はい、おでん大根ね、結構ね、太短いんですよ。寸胴でキュッとこうなる。もうちょっとね、待ってもいいんやけど、まあ、こんな感じで、収穫できました。で、全然無農薬なんで、葉っぱもね、毎年なんですが、乾燥をね、させて、ふりかけにしたりとかね、お茶にしたりとか、やってます。今日はね、11月の16かな。うん。暑い。だからまた、夏みたいな格好になってる。結構もうこんなの好き。うん。季節はね、寒いのは嫌い。
はい、こんな感じで収穫しましたよ。よいしょ。はい、こんな感じでね、まあ、あの夏野菜に比べると収穫量がねやっぱり減ってきますけど、まあ、こうやってあの原木椎茸をねあの食べれるっていう、まあ、この幸せ、結構ねあの美味しいです。原木を食べる、原木を食べるんじゃなくて原木椎茸ね、はい、すごい味わい深いんですよこれね、うん、前も先日あの道の駅に立ち寄った時にああそうそうって思ってて、あのうちにもこう傘が開いてきたなって思ってた矢先だったんで、結構ね出たらまあ野菜は気になってみるんですけど、実際まあ自分がやってるのがやっぱり可愛いし美味しいですよね。でこれもダイソーの100円のねなんていうかな、あのおでん大根っていう種類なんでね、あのこう青首でヒューっとなるんじゃなくて、こういう感じなんですけどね。もうちょっとこれぐらいになったらいいかな。ちょっと今日はね、試しなんで、これをまあ食べようかなと思ったりしてます。はい。で、この葉っぱもね、捨てずに、これも、切って、食べたりするんですが、何はともあれこれ、今からたくさんね、収穫できるでしょ。で、これをね、乾燥させるんです、切ってね。で一番いいのはもっと今日なんか20度になってるんですよ。11月16日、もう11月半ばになってるのにもうこんな格好してるっていうこと自体が不思議なんですけどね。半袖でもう本当にタンクトップでもいいかなっていうぐらい汗かいてるんですけど、乾燥させるのはね、やっぱり寒寒い時の寒の季節、だからまあ、年を明けて1月、2月みたいな、そういう時に、寒風の咲いてる、吹いてる時にね、これをね、乾燥させたものを、まあ、ふりかけにしたりとか、お茶にしたりするんですけどね。今からまあ、たくさん、できるんで、農薬とか、化学肥料を吸ってないね、葉っぱっていうことになりますんでね。それはもちろん虫が食べたりしてるんでよく洗って乾燥させるんですけど、うん、全然まあ安心野菜、ですよね、もうこのまま食べても本当に美味しいんです、野菜が美味しいっていうのを感じるのはやっぱりこう作って収穫してすぐ食べる、きゅうりでもトマトでも何でもそうなんですが、流通に入るとやっぱり味鮮度が落ちるのか、なんて言ったらいいんかな、大地の木、そのまんま、で大きく育てたのとちょっと違うかなってね、最近思うようになりました。温室栽培っていうのもない時にね、もちろんそのキュウリを食べたりトマトを食べたりっていうのも分かるんですよ。ただその季節に合ったものを食べるように人間の体っていう動物もそういう風になってるんかなと思いますね。暑い時には体を冷やしていいようなキュウリとかトマトとかそういうものが取れますし、寒い時には体を温めるものが収穫できるようになってたりとか、なんかそういうことを今数え上げればね、一つ一つこれがこうでああでこうでああだこうだっていうお話もすればいいと思うんですけど、まあそこまで結構金本長話なんでそれを言い出すと話が全然終わらないんで、なんかこうそんな雰囲気のっていうぐらいのことで聞いてもらったらそうかなっていうね、つもりで、お聞きいただけたらなと思います。要するに、元気になるものっていうのは、その時に収穫できるものを、食べるっていうことね。で、一番それを思ってるんで、やっぱり冬に取れるもの、夏に取れるものを、好んで、それをまあ、食べていく方がいいかなと思ったりします。もちろんまあ保存食にするための方法もね、大変なことなんですが、加工をしないといけないんでね、
発酵食品にしてもそうですし、乾燥食品にしてもそうなんですが、手を加えないといけないこともあるんですけれども、やっぱり何でもそうなんですが、生が美味しい。はい。ということでね、まあ、今日は、ちょっと前置きの長いお話から始まってますが、はい、よろしく。はい、お待たせしました。ほら。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。いただきます。いただきます。よいしょ。はい。これは、あれ、本カツをかけて食べた方がいいの。本カツを。本カツ。花カツや。本カツ、花カツを。はい。はい。カツを入れました。で、ポン酢かけます。味ポンね。どっちがやろう。まあ、キンポン特製 の昆布につけた醤油も美味しいんやけどね。まあ、ちょっと味ポンで、食べてみることにしましょう。はい、で今日も暑かった。20度です。11月の半ばになってね。そんなありえへんわ。で今日もこの格好。コンビニ行っとったら半袖やね。そう、暑かったから、いや、いいと思うわ。もう今日めっちゃ暑いもん。あ、ちょっとこれ水しもでもだけど、飲まへん、ということでね、畑のものばっかりなんやけど、畑のものを、菜園のものをなんかこう、ご提供すると魚が帰ってくるみたいな、いうことで一応魚も食べられるってことで、はい、じゃあ食べましょうか。水で割って、水割りにして。何時ですかね今。4時前。もういつものように週じゃあ二食生活。乾杯。はい、いただきます。これ立ち魚かな。はい、いただきましょう。はい、見に来てください。わお。ねえ、ほんまにってトレトレっていう感じでね、今日はこんな感じの1日2食生活になってます。で、これはアボカドやったっけ。アボカドはね、市販ですよ、買ったやつなんですけどね。で、こんな感じで。まあ、備蓄をしてるんで、冷凍で、結構、夏野菜もこんな感じで、置いたりしてます。で、ナスビはね、これも、漬物にして、深漬けになってるから結構ね、色濃いんですが、お味噌の、からし酢味噌で、食べたいと思っています。で、間引きの、大根の分ですね。はい。で、これも漬物ですね。で、これは何？白菜と豆腐の、炊いたん。はい。で、これが、タチウオですね。ブツブツ交換になってるっていう感じ。ブツブツ交換。うん。これね、食べて。骨はね、また、川でお魚に、また、流して、餌にしてあげたりとかいうことで、あんまりね、残飯がないんですよ。もう食べた後の残飯っていうのはコンポストに入れたりするんで、結構ね、週2回のゴミの日があるんですが、あんまりゴミが、出ない生活をしています。結構ね、この肉質感、これ魚に等しいでしょ、これほらいい感じ、美味しいです。あー、美味しそう。なかなかね、美味しいんですこれね。こんなんだけでいいかなという感じ。ご飯にね、のっけたらね、ほら、こんな風にね、美味しく映ってるでしょ。でも美味しいんですよ。はい。魚もね、好きなんですけど、これね、ブツブツ交換的な。だからまあ、魚もこうやって、食べるんですが、うん。やっぱり、お酒と、ご飯、この、可愛さ結構いいでしょう。うん、美味しいです。
れど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 れ、わあ、これこれはすごいわ、うん、肉見てください、こんな感じ、はい、あのね、肉質な感じ、すごいな、うん、食べて、松茸松茸もいいけど、まあでも、うん、匹敵するぐらいの肉質感、いい香りしてる、うん、美味しいです、はい、でご飯と一緒になんかこう、あったかご飯に間引き大根の、これね、このシャリシャリ感、塩もみをね、したんですね、これ。ナイロン袋に入れていくと。カツオ、あ、これ、塩もみしとるだけで食べてもええんやけど、この醤油ってさ、あれ、普通の醤油に昆布を入れて、ニンニクをね、入れてあるんで、蓋を開けると、昆布ニンニクの味がするんですけど、それをね、ちょっとこう垂らして食べたら結構いけるんです、ご飯と一緒に、ね、なんかそんな感じ、もう健康生活、うん、ニンニク風味、うん、美味しいです、マビキ大根、うん、美味しい、な感じで、いつも、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました、また次回もお楽しみに、ほんなさよなら、チャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いします。